豊洲市場地図豊洲市場は東京都江東区豊洲六丁目にある公設の卸売市場である。東京都内に11カ所ある東京都中央卸売市場の一つ、築地市場の代替施設として建設された。2018年9月13日に会場記念式典が行われ、同年10月11日に取引を開始した。の見学、イベント、物販、 飲食店舗については小売り、飲食店関係者以外の一般消費者や観光客も利用できる。築地市場は1987年まで、塩止め駅から引き込み線が場内に敷かれるなど、鉄道輸送を前提に設計されており、現代のトラック輸送には十分に対応できず、建て替えが必要と言われていた。東京都は銀座などに近いという立地の良さと土地の広さなどを、 神んみ、2014年をめどに、江東区豊洲への移転を検討していた。東京都側と築地市場業界との協議機関として、新市場建設協議会が設置され、2004年7月には、豊洲新市場基本計画が策定された。移転先、予定地は、東京ガスの施設が立地していた土地で、土壌汚染が発覚した。中から検出された鉛、ヒ クロム、シアン、水銀、ベンゼンの6種類の有害物質が国の環境基準を超えており、発岩性物質であるベンゼンに至っては局地的ではあるが、国の基準の4万3000倍である。こうした安全、衛生面や移転に伴う経費等の負担への不満、築地に対する愛着を抱く一部仲卸などにより、移転反対運動が行われていた。安全面での対応としては、 2012年度より、豊洲新市場土壌汚染対策工事及びそれに関する技術者会議を行っている。築地市場の取扱い量が減少傾向にあることも指摘された。築地での建て替えを求める現在地再整備案が1999年に浮上したが、業界との調整難航や費用の増大で白紙化された。なお、 築地市場でも敷地の土壌汚染が確認されている。この他地下には第五福竜丸によって水揚げされた水爆実験で被爆したマグロが埋められている問題が存在している。土壌汚染対策のために会場時期は何度も延期された。2014年12月17日、新市場建設協議会は2016年11月上旬に開場し、築地に変わる。 新市場として発足することを正式に決定。その後、会場日は11月7日とすること、名称を豊洲市場とすることが決定した。しかし、新たな土壌汚染問題の発覚などを理由に、2016年8月31日に小池由里子都知事が会場を延期することを表明し、複数回の調整を経て会場日は二千十八年十月十一日となった。なお、 前述の通りトラック輸送による搬出入りがメインに考えられているが、築地市場時代と同じく会場を輸送にも対応しており、市場北側の春海運河南岸に全長150メートル級の桟橋が整備され、搬入が可能となっている。関二通りと東京都市計画道路補助第315号線の交差点を中心に5街区、6街区、7街区の3地区に分けて建設された。 総敷地面積は40.7ヘクタール。東側の5外区に、聖火棟、西側の6外区に、水産中卸売場棟、南側の7外区に、水産卸売場棟及び管理施設棟が配置されている。管理棟には、築地市場にあった約3000冊の資料を所蔵する、銀林文庫も遺憾された。 また水産業者などから進行される大菓子水神社の洋配所も築地市場から豊洲市場敷地内へ潜座された。市場の各施設を隔てる道路の交差点北東方にはゆりかもめ東京臨海新交通臨海線の市場前駅があり、歩行者デッキで各外区と連絡される。交差点に隣接して、六外区と五外区に観光客を対象とした。 商業、観光施設、先客番台施設が建設される予定である。2014年2月19日、大和ハウス工業と寿司三昧を運営する清村の2社へ運営を委託することを決定したが、2015年2月23日に大和ハウス工業が同年4月28日には清村が辞退を申し入れた。2016年3月4日、 事態表明をした2社に代わって、万葉クラブが事業予定者として選定された。しかし、2017年6月に都知事の小池由里子が築地市場の再整備を行い、物流都書区の観光拠点とすることを発表したことを受け、万葉クラブは採算が取れなくなることを理由に撤退の意向を東京都に伝えた。その後、両社の協議により、 戦客万台施設は再び整備される方向となり、2018年8月時点の東京都による江東区議会への説明では、2023年の開業が予定されている。水産中卸売場棟、水産卸売場棟、聖果棟の設計は日券設計が行っている。豊洲市場の施行は以下の共同企業体が行っている。衛生、 温度管理がしやすい屋内で荷物を積み下ろす、閉鎖型施設にしたことで果実など、青果物に関してはクレームが減り、駐車場や荷捌き場を拡張したことで、トラック滞留時間が短縮できたと事業者から評価されている。一方で、開業1年後の時点では、取引量拡大につながっていないとの指摘もある。2019年2月に調理設備を備えたフレッシュラボが開業し、 産品の販促などに使われている。イベントの例銀座とと保圏内だった築地から移転したことで、少量リアなど現金で仕入れに来る告知客が激減したと、卸売業者から指摘されている。駐車場料金が高いという不満も多い。水産物取扱量は、日本国内最大であるものの、2019年2月まででは、築地時代の前年同月を割り込む月が多い。 その原因について、東京都は、現時点で特定は、難しいとの見解である。最寄り駅は、ゆりかもめ市場前駅。駅名は将来あたり駅付近に新市場が移転する、ことを見込んで付けられた。路線バスでは、新橋駅と築地市場を結んでいた都営バス、チル h 系統が、豊洲市場との往復に変更され、校内に、バス停4カ所が新設された。 東洋町駅前を発着する、非12から2系統も豊洲市場を終点、始点とする。このほか、東京駅前と東京ビッグサイトを結ぶ、と例後から2系統も豊洲市場を、徒歩圏内とするバス停を通過する。また、東京 BRT の停留施設、豊洲市場前が設置される計画がある。ありがとうございます。